ミュージックワークステーションはシンセサイザーの一種類の名称。一般的なシンセサイザーは音色の合成や鍵盤演奏を目的とするが、ミュージックワークステーションはそれだけにとどまらず、楽曲データの自動演奏やその演奏データの作成も可能にしたシンセサイザーのことを指して用いられる。別名オールインワンシンセサイザー。 ミュージックワークステーションの大多数は前述の通りミリデ,データしか扱えないが、コルグトリニティシリーズやコルグトリトンスタジオなど、録音機能も備え、生音も取り込み可能な機種もあり、ヤマハモチーフシリーズやローランドファントムシリーズなど、サンプリング機能も装備したものもある。また、音色を加工できるという点では、通常のシンセサイザーと同じであるが、 複数の音色を重ねるが可能であることが多い。この機能が搭載されたことにより、1台のみでも厚みのある音色や複雑な音色を作り出すことが容易になった。シンクラビアフェアライト CMI コルグ M1 音楽、制作やライブ演奏を楽器1台で完結できる音楽制作マシンのアイデアは、初期の高価なコンピュータ楽器以来、多くの製品が目指してきた。 このアイデアを最もバランスよく実現し始めて大きなヒットを飛ばしたのは1988年発売のコルグ M1 である。シンセサイザーに自動演奏再生、録音機能であるシーケンサーと音色を加工できるエフェクターを搭載し、ボーカルなど生音以外は1台のシンセサイザー内で完結できるようにした。その結果、シンセサイザーが 楽曲制作ツールとなり、キーボーディスト以外のギタリストやベーシストにも多く使用されるようになった。M1 のヒットにより各社が競ってミュージックワークステーションを発表した。90年代以降、物理モデル音源など特殊な音源方式を持ったシンセサイザーやライブ仕様に特化したシンセサイザー、DTM や DAW 用として、 PC と接続して使うことを目的に設計されたシンセサイザー以外はほとんどこのタイプのシンセサイザーとなっている。ヤマハの V50、SI99、B200 など FM 音源を搭載した機種も稀にあるが、大多数のミュージックワークステーションは PCM 音源を搭載している。ソフトウェア DAW 環境2000年代以降、 PC が高性能化してソフトウェア DAW 環境が実用の域に達するとそれまでコンピュータ導入に積極的ではなかった平均的な音楽制作現場でも DAW 上のソフトウェア楽器が徐々に使用されるようになった一般に PC 上の DAW 環境は PC プラットフォームの急速な発達に伴って 利便性や使い勝手が向上する傾向にある。一方、従来のミュージックワークステーションは古くて高価な専用アーキテクチャに束縛されやすく、利便性の相対的低下に伴って売り上げも低迷し、一部メーカーではラインナップの淘汰や廃止、あるいは撤退を余儀なくされている。例、ヤマハ e OS シリーズ、ローランドファントムシリーズ、コルグオアシスタ法、PC、 D a w 環境特有の問題、日常使用やライブ時の取り回しの煩雑さ、周辺機器の相性問題、ソフトウェア単体製品のクラッキングされやすさを考慮し、一体型ハードウェアの利点を生かした新たなミュージックワークステーション製品も登場している。2000年代後半に登場したコルグオアシスとクロノスは、PC、Linux プラットフォーム上のソフトウェアアーキテクチャを、 採用し、ソフトウェアの追加やアップデートによる、機能向上が可能となっている。またオープンラブスネコのように、PC やタッチパネル、コントローラ、周辺機器を一体型シャーシにまとめ、ユーザーが市販ソフトウェアをインストールするスタイルのオープンアーキテクチャプラットフォーム製品も登場している。この他海外では、アレンジャーワークステーションと呼ばれる。 自動伴奏機能付きシンセサイザーが高い人気を集めている。この製品ジャンルは自動伴奏機能付き電子オルガンやそこから派生したホームキーボードのシンセサイザー版発展機種に相当しホーナー PK-250 等の登場で市場に認知され他メー名ーも即座に市場参入して一大製品ジャンルへと成長した草分けのホーナー製品の設計は 初期は、ヒルウッド、ファーストマンの森岡和夫、中期には、ウォルドオフのアクセル・ハルトマンが担当した。代表的機種としては、ヤマハポータトーン PSR シリーズ上位機種や、その派生機種、テロスシリーズ、高度な音楽生成機能で知られるゴルグ・カルマなどが、知られている。ロラン・ファントム X6。ありがとうございます。